健三チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。アンバサダーの田翔です。今日はいよいよこの選手に来てもらいました。誰でしたっけ？背番号11番成美です。成美選手です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ成美選手、早速聞きたいんですけど、はい、前節何日でしたっけ？19日の秋田戦、アウェーでしたよね。はい。どうだったでしょうか？いや、長旅で結構長い時間かけて行ってバスで何時間ぐらい？バスで8時間8時間ちょいぐらいですね。揺られてで、しっかり勝ち点3を持ち帰ってこれたのはすごい良かったと思います。確かに引き分けとか負けで帰るのって結構8時間の道を帰るのって結構きついですよね。そうですね、バスの中の空気っていうのがあるんで空気はやばいかも。帰り良かったです。帰り気持ちよく帰れたんですか？気持ちよく帰れてました。試合なんですけど、まあ4対1っていうまさかの圧勝。はい、まあ、危ないまさかの危ない場面もちょこちょことありましたが、はい、まあいいところで点も入ってね。そうですね。最後10分ないぐらいだと思います。で、まあ秘密兵器の成美選手が投入されて、はい、今年は初ですね。初出場、はい、初得点あるかなと思ったんですけど、チャンスはあと1本なんかなかったっけ？左、ペナルティエリアの左ぐらいからパスもらって、あったぐらいかな。それぐらいですね。まあ、決めきれず。あとは時間を稼いでました。あ、時間稼ぐ。スピードあるからね。スピードのある選手の一人です。では、次の、ソニー仙台戦では、はい、点を取ってくれるんじゃないかなと。そうですね。しっかりメンバー入って、まあ、そうですね、出場機会があれば、はい、まあ点を取るつもりで結果残してください。そうですね、常に準備はしてるんで。25日、どこでやるんでしたっけ？金沢市民サッカー場。はい、今年初です。今年初です。1時キックオフキックオフです。1時、昼の1時キックオフです。皆さんぜひ見に来てください。お願いします。お願いします。成美くんを応援しに見に来てください。よろしくお願いします。熱い声援よろしくお願いします。お願いします。まあ、ところでなんですけど、はい、まあ、成美選手アンバサダーから見てて、まあ、毎朝最近走ってるな。はい、練習後かとかも走ってるの？練習後、はい、走ってます。練習前と練習後か。はい、皆さん早く来て最後まで来て走ってます。あれ何のために？あれちょっとズバリ体重くなってきてたんで体、そう、キレを出すためにと、はい、あと、まあ、チームも調子良くなかったんで、自分の姿勢を変えることで周りに何かしら、そうですね、影響すればなと思ったんですけど、あったのかもしれないですね。いや、まだまだこれからです。これから、はい、まあ、チーム的には多分これを持続できればっていう感じなんですね。そうですね。結局前回ぐらいのアウェーのホンダロック戦3-0でちゃんと勝ってるけど、はい、その後連敗もしてるから。そうですね、この調子いいの維持してね。そうですね、頑張ってください。頑張りたいです。頼むぜ。頼んでくれ私生活ではイケメンの成美くん、田代さんに先輩には勝てないです。ほぼだよ。おい、ケンタもおもろい。ということで、健三チャンネル、今日は成美選手に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。